団地の様子団地の様子1960年代までは、低層の団地が建てられていた団地は、生活、または産業などに必要とされる各種インフラ及び、物流の効率化を図るために、住宅もしくは、目的、用途が禁じする産業などを集中させた一団の、区画もしくは地域、またはそこに立地している建物及び建造物を指す。団地の語源は、 都市再生機構の前身にあたる日本住宅公団のさらに前進にあたる住宅営団が昭和10年代に進めていたプロジェクトローム社向き集団住宅地計画。日本国内における法律上の意味としては都市計画上工業地域、住宅地などを新たに計画して建設されたものを指す。一般的には住宅の集合体を指し、 建物の区分所有等に関する法律においては、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合に団地としての扱いを受けるものとされている。また、工業団地のように製造業等の事業所各地の集合体を指す場合もある。建築基準法では、一敷地一建築物が原則であり、 建築基準法第86条第1項の1、団地建築物設計制度と同法第86条第2項の連単建築物設計制度は、特例的に複数建築物を同一敷地内にあるものとみなして、建築規制を適用する制度となっている。都市基盤におけるインフラの整備は大きく分けると、長々語的な計画のもとに国家や地方公共団体が、 政策主導で行う数十年単位のものと5から10年程度の間隔において比較的短期間に目標を達成して収益や効果を期待するものがある。どちらの場合もインフラ整備には少なからぬ時間と費用を要し、団地建設のためには団地建設を費用面から支える一定規模以上の事業者や入居者が必要となり、団地建設にかかる建設費用との対比によって、 採算性が問われ、事業決定される。団地では、地域としての需要と採算に見合った、供給の見通しにより計画が決定されることが多い。このため、住宅団地では、人口のスプロール化やドーナツ化等により、人口増が生じた場合への対処として、単位面積あたりの人口密度の高では、人口密度の低い建立住宅に代表される、 単体の居住用建物を分散して建設するよりは、集中して建設した方が、バスや電車等の公共交通機関の運行や、周辺施設へのアクセス等を左右する、道路整備などで高密度なサービスが可能となり、利便性の観点からも効率が良い結果が得られる。さらに高効率化する場合には、重層構造の居住用建物を計画して対処する。他方、工業団地では、 工場から発生する音や振動音を周辺地域に及ぼしたり周辺環境を乱さないように、重環境と離れた位置に集中して建設されることが多い。加えて、工業団地では物流関連の観点から原材料や製品を効率的に運発可能とするために高速道路や主要幹線道路、農業団地は農産物を集荷し、 加工を運発するための工場等が必要となる場合もある。一般に大規模なものが大都市の近郊や高速道路、鉄道路線などに設けられることが多い。また、大都市中心部などに置かれた大規模工場を住宅地に変更する際にもこの手法が取り入れられることがある。建設の際には目的に合致した都市インフラ設備の整備も合わせて行われる。団地設計は渡辺交渉。 日本住宅公団黎明期における団地設計活動に関する研究で定義について説明されており団地設計とは土地利用計画、道路設計から重当の配置計画まで至る一連の設計活動を指すものであるとしている。なおそれに対し配置計画は重当を敷地内にプランニングしていく作業を指し必ずしも 道路設計と一体化していないことが多い。としている、オランダの内陸都市アームスフォートに地域で消費する電力量の50%を太陽発電で賄う画期的なソーラーシステム団地が誕生した。住宅団地の場合、日本では日本住宅公団や地方公共団体が建築したものを指す場合が多い。また、企業や公営企業が社宅として建設したものもある。 鉄筋コンクリート作りの集合住宅が立ち並んでいる姿が一般的であるが、一戸建ての住宅が立ち並んでいる住宅地でも団地と名乗っていることがある。胸の形態としては、高層住宅のものや5階建て程度の直方体の階段室型、2階建てのテラスハウス、星型のスターハウスがある。団地やダイニングキッチンの概念を生み出した。 日本住宅公団初代設計課長の本庄、和彦から聞き取りを行った、建築士屋の藤森照信によると、団地とは、集団住宅地の略であり、これを住宅営団の内部で略して、団地と言っていたらしい。集団住宅地の後の書室は1939年に、日本建築学会主催で開かれた、コンペ、ローム社向き集団住宅地計画であり、これが、 戦後の1955年、日本住宅公団の公団住宅として身を結んだ団地の後の書室は1958年に刊行された住宅公団のパンフレットである。団地の設計にあたっては西山茂さんの植診分離論が取り入れられた。1950年代半ばに日本住宅公団によって建設が始まった公団住宅は水仙トイレ、風呂、 ダイニングキッチン、ベランダなどを取り入れ、近代的なものとして憧れの住宅だった。1960から1970年代頃に建設された団地は5階建てまでになっているのが多く、エレベーターが設置されていないものが多い。1950年代に日本住宅公団によって建てられ、老朽化した荻ぎく団地2000年代頃から高度。 経済成長期に数多く建てられた団地は老朽化とともに住民が高齢化しバリアフリーや引っ越し時における負担の観点から大きな課題を抱えるようになった。また治安も懸念されるようになった。そのため建て替えが相次いで行われるようになった。容積率に余裕を持って建てたものが多く住宅需要の高い地域であれば高層化し個数を増やし余った敷地を売却して 分譲住宅を建設し資金を賄うなどの手法で団地建て替えが増加した。建て替え後は一新したイメージを出すため、団地という名称を使わないことが主流となっている。建て替えられた団地小建ての住宅団地群広島県2日市市の式が丘団地にある通り、一戸建て住宅の新興住宅地、分譲住宅地を団地と呼ぶことがあり、これについて、 製造業等の事業所各地の集合体を工業団地と呼ぶのと同様に戸建て住宅各地の集合体であるためとしている。その他、土地付け一戸建ての販売形態で木造平屋一戸建てと一部土地のみの分譲も実施した住宅地である8000台台団地もこれを団地の範疇にして同地では団地の発祥を主張している。戸建ての団地には以下のようなものがある。 コハウジングは、一戸建て住宅群による、構成の団地形態の一つ、共住方式とも言う、各住宅の敷地境界にしつらえる兵としての垣根を取り払う、もしくは生垣の植栽を低いものにする、等々の物理的な開放性を高くし、隣接する、互いの敷地を視覚的に一体化した形式、垣根開放団地とも言う、三菱地所による、神奈川県逗子市の高台に位置する、 図紙広山庭園住宅が日本国内の代表例。一個あたりの平均的な敷地面積は300坪だが、前述の物理的な開放性により数倍の広さに見えるのが特徴。名称をつけるのに法的な規定はなく、団地という言葉自体も法的な規定はないが、建築基準法といった法規の建築用特分上。 日本では宅地であり、共同住宅タイプの団地建物はすべてアパートメントとなる。規定がないことで、土地形態や場所、構造、規模仕様においての名称区別などもないので、建物の名称にはアパート、マンション、ハイズ、コーポといった団地にゆかりのある名称を付ける場合が見受けられ、近年では都市再生機構の団地建て開示に新たな名称として付けられる場合がある。 日本でマンションとは主に鉄骨や鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート作りの中高層建物の集合住宅のうちで通常は民間会社から販売され分譲形式になっているもの。集合住宅、住宅団地などにつける呼び名として以下のものがある。ハイツハイツは高台にある集団住宅や集団住宅地を意味した。近年日本ではヒルズも同様に使用される。 コーポ主に木造や軽量鉄骨造りの建物の集合住宅で使用されるコーポには語源説はいくつかあり、コーポラスが短くなってコーポになったことは知られているが、コーポラスの発生自体いろいろ語源説を持っている、共同組合の住宅を意味するコーポラティブハウスからコーポラス、これを略してコーポになったというものと、鉄筋コンクリート造りの高級分譲アパートを 意味するコーポラスを略したものとある。フルシチョフカ1960年代のソ連政府は、フルシチョフカという集合住宅をソ連邦内に数多く建設した。低コストでパネル工法あるいはレンガで作られており、3階から5階建てである。建設にはその名前にある通り、ニキータフルシチョフが監督している。もともとこの建物は成熟した共産主義によって、 住宅不足が軽減されるまでの一時的な住宅であると考えられていた。フルシチョフは20年以内に社会主義から共産主義に移行できると予測した。その後、レオニード・ブレジネフは各家族に一人一部屋の確保と一部屋分の追加を約束したが、今日も多くの人がフルシチョフ家に住み続けている。観光の応援施設、観光家樹園としても運営している。家ランチ。 芸能団地などとも呼ばれるパークは、コフランス語の囲いを意味するパークを語源として、特定の目的を持った地域や場所を表す名称で、以下に示す団地で用いられる。エネルギー団地を、エネルギーパーク、工業団地、産業団地、流通団地等を、テクノロジーパーク、テクノロジーパーク、テクノ,ーパ,ークテクノパーク、ハイテクパーク、サイエンスパークなど、また、スカイパークは、 諸外国では飛行場付きの住宅団地の意味だが、日本では、それとは異なり、以下の使用例がある。大分県武田市区十町にある展望台、スカイパークあざみ台、大阪国際空港周辺緑地の伊丹スカイパーク、福島県福島市大笹瀬にある、農道離着陸場の福島スカイパーク、長野県松本平広域公園の愛称新州、スカイパーク、 阪神競馬場のスカイパークステージ、高知県の遊園地、三宝山スカイパーク、三里市にある、三里スカイパーク、秋田県の寒風山回転展望台、通称スカイパーク、FM、大村の中継局、平尾スカイパーク、黒崎祖豪の屋上、大スカイパーク、南陽市にある、南陽スカイパーク、大村市にあるピクニックや、ドライブ向けの施設、琴平スカイパーク、 白鷹町にある、白鷹スカイパーク、航空公園、滝川スカイパーク、白石町の有明スカイパークふれあいと目室町のスキー場や、展望台の新嵐山スカイパーク、など、団地族団地族とは、1960年版、国民生活白書によると、世帯主の年齢が若く、小家族で、友稼ぎの世帯もかなりあり、年齢の割には、 所得水準が高く、一流の大企業や交換庁に勤めるインテリ、サラリーマンとされている。生活合理会の意識の高さから、パン食、椅子に代表される様式の生活や、三種の人器に代表される電化製品、耐久消費材が、一般に比べ一早く普及していた。1958年頃から団地族という名が、ジャーナリズムで盛んに使われるようになり、 世間の戦争を集めた。団地族という言葉が初めて使われたのは、週刊朝日1958年7月20日号の記事、新しき庶民、団地族アパート住まいの暮らしの手帳で、団地族は新しい都会の中堅庶民層として、その生活エピソードを紹介している。団地妻勇敢マダムの一種、角十個が鉄碑一枚で仕切られるようになり、 林国間の相互干渉が減少し、発生したとされる、複数の映画シリーズ、小説が生まれた、団地造成団地造成とは、団地を造成すること、一般に団地造成事業と呼ぶ、一例として、豊橋鉄道の住宅団地造成、入野の駅周辺造成住宅団地、泉区団地造成、桜川団地造成など、 不動産業での団地造成宅地販売という言葉もある。工業団地造成を景気に快適な道に改良するため、大規模団地造成等のため地区割を変更するケースも多い。臨海部の工業団地造成の場合、埋め立てを伴うものも多い。団地燃え工場燃えなどと同様、団地そのものを趣味の対象にすることを呼ぶ。現在、様々な団地の写真を集めた写真集や、 ウェブサイトなどが複数作られている。ありがとうございます。